バンバンザイ、ミュです。ギシです。ナです。はい、ということでですね、今回の企画は視聴者さんの質問だけでババ抜きやってみたー。イエーイ、イエーイ。質問コーナーとババ抜きをね、コラボさせた実験的な企画になっております。おー。まあこのトランプね、全部こういう風に質問が書いてあるんですけど、これ一つだけね、あるのがこれババなんですけど、これババは何なんですか？ババはなんか他人に嫌そうだなっていう。あ、なるほど。じゃあババをとりあえず見たいと思います。はい、オープン。ファーストキスの、まあ、詳しいシチュエーションとその時の顔を再現してください。記憶ねえな。やばいな、でも記憶ないわ。記憶ないな。記憶にない場合は一番燃えたキスでいい。記憶にあるな。うん、記憶ある。ファーストキス記憶にあるな。出てきた出てきた。思い出したわ。出てきた。はい、ということで今回は質問コーナーババ抜きをやりたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでこれシャッフルしたいと思います。ちゃんと混ぜてね。でな、でも言っとくけどババ抜きはマジ強いんだよね。ババ抜きにさ、強いとか弱いとかあんの？あれ、これ揃ったやつを答えていくのか。そうそうだよ。じゃあ一番最初にさ、捨てるやつが出てくるわけじゃん。もうそれも答えてくる、うん、それも答えてくる。じゃあ配るでー。はい、俺配るの遅いって言われるんですよ。オッケー。遠回しにさ、やめて、パシンの。ないんだけど。あ、揃った。ルナ1個しか揃ってないよ。私も1個しか。みんな1個ずつっぽいよね、なんか。うん、念入りタイプだ。お前ね、常に最悪のケースっていうのを考えとかないとダメなんだぜ。この人人生ちゃんと考えてる人だ。重た。はい、まあまあいいでしょう。はい、はい、じゃんけんから負けた人からさ、答えてく。まあ別に普通にこれ質問コーナーなんで、うん、まあ誰だからでもいいんですか。皆さん需要あるのかなっていう質問なんですけど。じゃじゃん。島犬って何歳？おー、気になるよね。でも、うん、まあそうですね、まあ、島犬は、まあ、僕とミュウと同い年、今年22の代でございます。うん、見えない。はい、見えないですね。本当に見えない。最初会った時本当8歳とかかと思って本当にルナ逆に同級生かなって思ってたぐらい犬と同じで年取るのが早いっていうか、その1歳で、ね、大体何年も経ってる。そうそうそう、人間としては8歳かな。本当にめっちゃおもろ。じゃあ私行きます。はい、ダダン。学校でどういうキャラだった？いじられキャラでしたね。リーダー感強そうと思っちゃう。いや、全然全然、常に一人で変なことしてるって感じだった。盛り上げるのは得意でしたね。昔から。じゃあルナ行くよ。はい、YouTuber になって一番高かった高価なものは？ベンツとかじゃない？買うな。買わんわ。10代でルナは家かな。家買ったんですか？家買ってない、借りてんだ。びっくりした。じゃあ待って、ルナ高いって言ったカバン、グッチのカバンがあるんだけど、うん、それが一番高かったかなと思う。高いよね、グッチのカバン。ちなみにいくらでした？11万、12万だよね。でもそれは本当になんか大事な日とか、うん、本当に1個持ってていいブランド。まあ確かに、まあ、確かに、はい。じゃあこっからババ抜きが始まるってことですよね。はい、はい、ババ持ってる人誰だっていうね。あの、普通に考えてください。ババアですよ、ババア。いや、ババアは私ですよ本当のババアは私です。じゃんけんでさ、周りの順番決めよう。勝った人が時計回りな。はい、最初はグー、じゃんけんしよう。じゃんけんですか。じゃあみゆちゃんが出たのね。いきます。はい、ステデン。あー、揃った。すごい。これならメンバーに勝てるというものは？これならメンバーに勝てる。わかった。何？センス。あー、あるわ、わかるわ。でだね、みゆちゃんのセンスはね、ほんまにいいと思ったことしかない。でも唯一一回だけマジでヤバかったことがあってなんかの撮影だよ。なんだっけ、その歌ってみたの撮影で服を持ってきてたんです、一応余分にね、うん、ちょっと自信ない服だったんですよ。いつもだったら一回合わせてから決めるんですけど、時間なくて、もうこれとこれ合うだろうっていう服を持ってって、義士にダメ元でこれどうかなって聞いたら、初めて義士に友達コレクションでした無課金ユーザーでしたね。でも本当に珍しいのね。じゃあ行くよ、ルナ。はい。あ、ないですね。僕も大体覚えたんで。はい、はい、揃いました。お、はい。誰が一番泣き虫？まあ、涙もろいのはミユかな。感情移入しやすいのは、うん、シンプルに、え、ここでって時に泣くのはルナっすね意味のないとこで泣くってこと。まあ、怖い系で泣くんじゃないかな、なんか、うん、ハプニングが起きたら泣く、うん、なるほどね。じゃあ次ミユちゃんもね、はい、どうしよう、なんかババ持ってそう、マジで。いや、持ってないよ。 Thank you。 あ、ないですね。じゃあ行くよ。ええよ。いや、ないよ。絶対なんかあると思うよ。ないよ、本当にないよなんで切れた今切れそうだ。じゃあ行きます。はい、ほい。あー、ないっすね。早っ。じゃあ私引きますね。はい。あー、あ、ありました、ありました。ダダン。誰が一番早くバンバンザイハウスに来る？おー、これはみんな割と遅刻魔なんですけど、平均したら多分私が早いかな。一番遅いのはこの人です。
いや、ルナ最近遅いっすよ。最近ルナ遅い。え、でもそれは一個言い訳があった。家が遠かったんですよ。なるほど。いや、近くなってから遅刻しましたよね。すいません。しかも一個さ、あるんだけどさ、ルナってもうすぐ着きますって言ってからなかなか来ないよね。全然タイプ焦っちゃうタイプなの。時間に言わんのに出る直前であ、これないこれないってなったら遅れちゃうの。じゃあ行くよ。はい。あ、ない。早っ。なんでそんなすぐ分かるんですか。ババ持ちましたよ絶対。ババです、ババです、ババアです。厳しい。うわー最悪だ。だって義士が安心した顔してるもん。ありました。何、はい、はい。バンバン剤の中で一番だらしないのは、僕が一番だらしないんじゃないかなって思います。それはね、ルナも誇り持って言えれば。そこら辺に服とか脱ぎ散らかしてますしね。じゃあ私引きますね。はい。ババ持ってんじゃん絶対。早く減らしてくれないかな。見るなよお前。コンマコンマってないよね。だって俺お前に取られるから俺は別にお前から引かねえもん。お、ありました。はいはい。みゆちゃんはいつからルナちゃんのことをルナって言い始めた。あれ、うん、これ持ってたのに。ルナがこう奪ってこう行かれたの。え、でもねめっちゃ早かった。早かったね。あのルナ覚えてます。会って1日目はルナちゃんだったの。ちょっと待って、慣れ慣れしい女みたいになるじゃん。いやいや、ちょっと待って。じゃあルナちゃんやって、うん、でそれで仲良くなるために、うん、ルナって呼ぼうってなって、そっからルナって呼んでくれてめっちゃ嬉しかった覚えてる。そしたらギシ君もルナってなってたから。俺のことはギシって呼んで。無理絶対。確かにずっとつけてるね、あなたは、うん、いいとこだよね、うん、そこが。悩んだふりすんな。なんでそこで言い合いになるの。ない。あ、ある。ある。お、これ揃いましたね。はい。初体験いつ。あー気になる気になる。だからこれ言ったことあると思うんだけど、ね、え、俺とミユだけだよな。あんのルナはあの中3の終わりぐらいに。はい、や、やること。でもいいんですよ、大人の階段登ったんで。はい、来い。お、揃いましたね。はい。バンバン剤史上死ぬほど笑ったエピソード。一番バンバン剤の中でおもろかったってなったら多分ルナ関係だよね。うん、絶対そう。シンプル天然みたいなやつで、うん、笑った記憶はありますね。うん、いざ言えば思うんですね。わかんないね。まあ、毎日が笑ってるってことで。そうだよね。そうですね。めっちゃ笑ったあれ。あー、ないか。じゃあルナ行くよ。はい。ない。あった、あった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 。3日間同じものしか食べられないなら何を食べる。何食べんだろうね。ウンナ食べたい。鍋とか食うにしても焼肉とか行くにしても絶対ウンナ頼むよ。え、珍しい。そう、ウンナ大好きなの。珍しいよな。珍しいタイプ。ルナの個人チャンネルでもさ、鍋にウンナ入れてたよね。ウンナ入れるの普通じゃないのかな。すごい家庭だなって思ってた。普通じゃない、異常家庭。そんなこと言ってないけど。ひどすぎるでしょ。じゃあ次行こう。あー違いますな。ないですか。じゃあ引きますね。これやだな。ありました。気になるのかこれ。気になるのかよ。好きなお菓子は。かわいいな質問が。最近ハマってるのはコーラのマーチのイチゴですね。うわー、男子受け狙ってそういうのにすんなよ。そんなことないよ。でもイチゴが一番好き。本当はお前あれでひねり揚げのせんべいだろな。あれ一時期めっちゃ好きやった。、ね、やばい、お前もうなくなるやん、ね、だからそういうの持ってんだって。いきます。バンバン剤みんなの共通点は、いい意味でなんか天狗になんないとこ。天狗になんないし、ちゃんと危ないこととかも気をつけながらちゃんと冷静に生きてるなと思います、うん、僕は真面目じゃないですよ。いや、お前が悪いだろ。今のはね、フォローしてあげたのにさ。いきます。はい。誰が一番お金持ち。俺はもうね、間違いなくねルナさんっすよね。いやいやいや、まあ、ルナさんっすね。いやでもルナさんっすよ、ルナまああるよ。だって使わないもん、なんかそんなこの人みたいにブランドもんばっか買わんからさ。もうなくなっちゃう。ルナないですね。ほう、あった。はい。バンバン剤で一番の事件は。なんだろう一番の事件って。結構遊ぶけどないよね。ないね。これはないでいいですか。いや、ダメだよ。ダメだよ。探してくれ。一番の事件か。今はないけど、マジで初めの当時の時にまあいろいろみんなギシギシしてて、でその時になんか一回みんなで話し合って言い合ったことぐらいかな。確かに。それが一番大きい。すごいよね、あれ乗り越えたの。ね、それ乗り越えなかったらなかったよね。いや、絶対持ってんだもん。こいつは真ん中のこと。あ、言っちゃった。怖い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 。あー、安心して飛行。これ。あ。
シルバーカーあ、ありました。はい、バンズーの由来を教えて。みんなで決めたんじゃなかったっけ。バンバンザイってみんな動物のキャラクターを持っているので合わせたみたいな感じだったはず、ね、バンズーって動物園なの。ズーが動物園って意味だから。そういうことなんだ。聞けよ。あったわ。すごい。ルナ死んじゃう。いくよ。何？ギシミエはお酒を限界まで飲むとどうなりますか。口調が悪くなりますね。てめえお前とか言ってたまに電話かけてくんですよ。すごい情緒不安定で、ああもうとか言ったりとか笑ったりして情緒不安定で、みゆちゃんも情緒不安定になるの。楽しい時はアハハって笑ってるけど、もう一回顔見たらしょぼんでして、もうなんかガーンってなったりとか。みゆはマジで情緒不安定ぐらいですね。ちょぼこの、はいはいはい、この3人で良かったと思う瞬間は。おこの3人で良かったと思う瞬間、撮影してった時に全てのコミュニケーションがうまく笑いにつながった時に、違うなんかポテンシャル持ってんだなってなんか感じる時ですかね。普通だね。何を求めてえ、ない。あれもうやばい。ない。いいよ。え、ババババでしょ絶対。はい、あった。うん、今一番コラボしたい YouTuber さんは誰。これちょっと深い話になるんですけど。長えな。さっさ言って、まあ、カットカット。まあ太田っていう人とマダハウスっていうあの YouTuber がいるんですけど、まあ、僕がね人生で一番ハマった YouTuber がねアバンティーズさんなんですけど、うん、そのランキングを抜いてしまうぐらい僕は今毎日見てます。もう本当に面白いんで見てください。山田ハウスと太田です。ずっとこうやってやってます。概要欄にリンク貼っておきます。貼るな。貼らせてください。貼ってくれ。ルナと2枚です。残り私は3枚です。僕は4枚です。行こう。持ってるでしょ。楽天カードマン。絶対ババ持ってるもん。揃わない。揃わない。どうしよう。ねえ揃わない。揃わない。え、揃わない。なん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 と。揃った。揃わない。あ、はいはいはい。嘘、なんで。はい、3人の中で誰が一番変態？僕だと思うじゃないですか。うん、ルナなんですよ。皆さん僕が本当に変態だと思ってるのはまあ間違いない。もう僕も本当に自分で変態だとはもうそれは自負してます。だけどそこで意外にね現れてくるのがルナなんです。いやでもいいんじゃない。別にもうどうでもいいもん。マジだ。マジだつ。ない。うわー、くっそ、やばいやばいやばい。揃わなかった。うわー、揃わない。どうして、どうしてなの。え、ない。うわー、へーい。嘘だ。しかも俺なんかマジで一番上がりに向いてない質問。何、うん、これすごいな。なリシ君アルパカだから装飾ですか。違います。上がりました。あだよね。はい、バンバンザイの一番の思い出は、一番の思い出っていうか、あ、バンバンザイだなって感じたのはルナの誕生日に2人でお祝いするって言ってて、サプライズでギシを登場させた時のルナの反応が、やっとルナギシのこと認めたんだなって感じがしたところですね。え、なんかルナがもともと嫌いだったじゃん。めっちゃ嫌いだった。お互いに2人が良かったかなって思ったんですけど、ギシを呼んだんですよ。そしたらルナがね思ったよりも喜んでくれたんで、あ、3人でよかったったなって思いました。ルナあれですか、ケッキーズ。こっちの方がね、この後ろに踊るのね、アラジンみたいなやつはね、うん、ベーケーいくよ。いいよ、勢いだよ。はいはい。あもうやだ、もうやだ。いや、お願いします、お願いします、お願いします。今の気分は最高です。あれ最高っす。はい、ということで締まり悪すぎだよ。いやー、これ上がんな、気持ちよかったね。いいね、最後っす。ということで、はい、ミユが負けたということで、ファーストキスのシチュエーションとその時の顔を再現してください。今までで一番キュンとしたチューでいい。あ、いいよ。いい
一番キュンとしたのは、一緒に寝てて朝ってチューされるの嫌じゃないですか、歯も磨いてないし、っていうのを気遣ってくれたのか分かんないけど、おでこにチューをされたのがキュンとしました。いや、おでこチューされるマジで嬉しいんだけど。俺もその時の顔を再現してください。なんでこっちは寝てんだよ。あ、シチュエーションも再現してくださいって書いてる。え、寝てんだって。こうやって寝てたんですよ、こうやって。僕再現してあげましょうか。気持ち悪い。ここニキビだらけ。はい、ということで、まあ皆さん質問くださってありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいんじゃない、質問コーナーいつもしてるけど、こうやって遊び流すのおもろいね。いや、そうっすね。次回やるとしたら、もっとこのババをね、もうちょっと過激にして、本当に言いたくないような、もう人生をかけたデスマッチ級のババ抜きをしてみたいですね。めっちゃやりたいんだけど。はい、ということで、まあ皆さんもね、ババ抜きやってみてください。はい、面白いゲームですよ。何の顔。はい、ということで、最後まで見てくれてありがとうございます。だから個人チャンネル。お前さ、違う、お前ゲーム実況かよ。はい、ということで、この動画が良いなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。あー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 あ